皆さんこんにちは、なるほど店です。今日もシースルーマッチ3で遊んでいきます。マリちゃんの664ステージですかね。攻略じゃまた600って言っちゃう、574ステージだった。いってみましょう。さあ今ちょっと音量大きくしすぎちゃったのでちょっと下げましたね。音量大きいとあれですよね、録画した時に、このゲーム実況の録画した時にそう大きくなっちゃう、もうそのままなんですけどね。そう、うるさすぎて、なるほどくんの声が聞こえなくなっちゃうんですよ。そう、それが痛かったですよ。で、困っちゃうと。なるほどさんの声が、お声が聞こえないので寂しいっていうですね、そういったお声がですね、たくさんいただいてるんじゃないかと思ってですね、ちょっと音量下げましたね。いつもだいたいこの音量で始めてるんですけど、今ライブ配信がちょうどしてましてですね。お、黄色壊して。で、ちょっとライブ配信中は音を大きくしてるんですよ。マイクが音拾うので、これどっち、ああ、向こう、そういうことですか。右が左にあるってことですか。どっちもある可能性ありますか。はい。わあ、ちょっと消しづらい。さあ、黄色入れて。おお。おお、行きました。ああ、じゃあ右なかったんですね。特殊ジュエルを作りしてから、あ、オレンジ行けますね。さあ、運がいい。ああ、どっちがいいのかわかんない。緑、オレンジ。爆破させますか。はい、ドカーン。すごい。なかなか早くクリアできてますけど。ラストですかね。ラストですね、このステージ。さあ、なるほどくんの声が小さい。ちょっと、申し訳ない。さあ、声を張っていきましょう。張ってってことは、声を大きく出してってことですね。きっと。あ、大丈夫です。マイクテスト。マイクを使ってないけど、マイクテスト。左、ちょっと待って。緑、赤落として、ちょっと難しい。オレンジ落とす。はい。あ、これでいけますか。よーし、クリアです。ということで、今回の動画は以上とさせていただきます。他にもたくさん動画を出ししておりますので、またそちらもご覧くださいませ。では、ご視聴ありがとうございました。